どうもこんにちは、イサムです。日本ではフィットネスジムアクションスタイルの運営やトレーナーをしていたり、ベトナムではサムライイサムと呼ばれてまして、サムライギャングという、チームでですね、国家イベントなどに出演をしたり、個人や大学に呼ばれて、交流会をしたり、それから日本にいるときは刀をオンラインで世界各国の人たちに教えるような活動をですねしています。で、今日はですね、レッスンの合間にこの音声を録音しております。で、今日はですね、やっぱり日常が大事だなと思うという話になります。で、まあ、何をするにしてもですね、日常が大事、半年前の日常がやっぱり今につながるなと思うんですね。半年前の自分が何をしていて、どんな選択をしてきたかで今があるわけです。違う選択をしていたら違う自分が待っていただろうし、違う環境が待っていたんだと思います。はい。なので逆に言うと、今どんな日常を過ごしているかが半年後の自分を決めるっていうことですよね。半年後どんな環境にいて、どんな状況で、どんなことをどんな自分に慣れてるのかっていうことが、今の日常が決めていくというふうに思うということです。で、これはね、いろんなことで本当に思うんですよ。人間関係だったり、自分が置かれている環境や状況だったり、それからトレーニングもそうだなと思います。で、分かりやすいので言うと、トレーニングとかね、すごく分かりやすいですよね。半年前に何もしてなかった人が、いきなりですね、今痩せてたりとか、めちゃくちゃ筋肉がついてたりとか、はしないんですよ。異常なね、状態に陥ってとかまた話別ですけど、健康的な状態でそういう風になることってのはなかなか難しくて、ということは半年後にね、今の自分と違う体にしたかったり、今よりも、動く体にしたかったりとかしたらですね、今からやっておかないといけないんですね。で、日常ってのはどういうことかっていうと、週の半分以上だと僕は思ってます。それが日常だと思ってるんですね。たまにやる週1回っていうのは7分の1じゃないですか。ということはやっぱりたまになんですよ、それは。日常ではないんですね。で、うちのジムアクションスタイルはね、だから自主トレっていうのを作るんですね。で、どういうことかっつうと、例えばパーソナルトレーニング週1回受けてくださる方が多いんですが、週1回だとたまに、だから残りの週2回家でできる自主トレっていうのをトレーナーがですね、それぞれのお客様に作成して、それをやってくださいというふうに伝えるわけです。で、もちろんやる方やらない方がいるんですけど、本気で、体を変えに行こうと思ってる方はやるわけですよ。で、やるとですね、週3回意識的に体を動かしたということになりますね。そうすると週7日のうちの3日間は意識的に体を動かしたということになるわけです。で、なんで3日なのかっていうと、レッスンをした日と翌日はオフにしてます。というのも、レッスンっていうのは、僕がいるんでトレーナーがいるので、普段より追い込めるわけですね。体にダメージを、与えるということです。それをね、2日連続でやっぱやっちゃうと、ちょっとやりすぎというかね、オーバーワークとまでは言わないにしても、オフっていうのがやっぱり僕は大事だと思っているので、レッスン日と翌日は休みにして、その次の日ぐらいから自主トレが始まるみたいなことにしています。だからそれが日常ですね。はい。で、この日常、今やってるこの日常が半年後の自分を作りに行っているというようなね、イメージを持つといいんだろうなというふうに思ってます。ありがたいことに、うちのアクションスタイルは長くやってくださってる方、もう慣れてる方、そして、今もう本当に今日から体験レッスンを受けてくれるパーソナルの方、そして、グループの方、最近始めてくださったところも
たくさんあります。そういった方々はね、これからその日常に入っていくわけです。それまでは何もしない、何もトレーニングなどはしていない日常からトレーニングをする日常に切り替わるわけです。僕はやっぱりこういったこの変化って誰がどう見てもいい変化じゃないですか。何も体を動かしてなかったところから体を動かす日常になっていく、そのきっかけが僕たちのジムアクションスタイルだったら嬉しいなと思うし、どのジムにでもね行かなくて僕らのジムを選んでくれてることがやっぱり嬉しいし、僕はたくさんの人が、そういったですね体を動かさない日常から動かす日常に変わってもらえたら嬉しいなと思ってこのジムっていうのを立ち上げているので、本当にいつも嬉しいなと思ってですねレッスンさせてもらってます。まあということで日常がねやっぱり大事なんで、めんどくさいですよね。毎日やんのめんどくさいし、日々やんのってめんどくさいですけど、やっぱりそれがね半年後を作るし、それが1年後作るし、それが5年後の自分を作ってると思ってですね、今日頑張ってもらえたらいいなというふうに思います。はい、概要欄にうちのジムアクションスタイルのリンク、それから、まあ、ベトナムの活動の YouTube など貼っておりますので、ご興味ある方ぜひ見ていただければと思います。体験レッスンの申し込みも、受け付けてますんで、SNS の DM かそれか、ホームページのお問い合わせフォームメールアドレスからご連絡いただければと思います。それでは今日も一日頑張りましょう。聞いていただいてありがとうございました。イサムでした。失礼します。